リムリック県はアイルランドのマンスター地方にある県。2016年の人口は19万4899人。リムリック市を流れるシャノン川。円形はジョン王の城。リムリック県は東のティペラリー県、西のケリー県、南のコーク県と北のクレア県の4県と境を接する。マンスターの6県のうち面積比で5位、人口比で2位にあたる。 リムリック市を貫くシャノン川は、地域の下流のシャノン湿原を潤し、県北部で大西洋に注ぐ。県の主要物流港は、水深が浅い湿原を避けて、西に数キロ離れたホインにある。県とリムリックはアイルランド第三の都市で、クレア県とティッペラリー県を含む、広域中西部のようでもある。県内の主要都市に入荷するウエストとキルマロック、およびアビフェールを数える。 リムリック東部の風景、ゴールデンベールと呼ばれる落農地が広がる。アイルランド語でリムリック県をリマニックと呼ぶ由来には平らな土地という意味が考えられ、一帯は主に肥沃な石灰岩の平野で構成されること、また周囲を山に囲まれた盆地であることから説明に無理はない。北東のスリーブヘリム山地、南東のゴールティー山地から、 南の航空圏との境に横たわるバリーホーラ山脈、さらに南西から西方向はムラグアレイク山地に面している。標高919メートルで最高地点となるガルティモア山は県の南東角にあたり、山体をティッペラリー県との県境が走る。ただし県内の平野部は単なる平坦地ではなく、丘と尾根が混じり、平原部は酪農地帯として知られる東部に位置し、 ゴールデンベールという低い丘の連なりから途中に高さ288メートルのノックフィーリーナ山を抱き、県の中心部へ向かって次第に平らになっていく。さらに西に進むとマラガレーク山が美しい山陽を見せ、長望はケリー県へと続く。火山岩はカリゴグネルの古城でもノックフィーリーナ山でも、県の多くの地域で目にする。 分けても、東部のパラスグリーンからキルティーリー一帯は、イギリス、アイルランド全域でも最も狭い地域に実に、多様な石炭機火山群が集中する場所の、一つとされている。河川も見ると、シャノン川の主流の流域には、モルキアー川のほか、メーグ川水系のルーバー川とモーニングスター川、その他、カモグ川やディール川、ケーエール川が流れる。現在のリムリック県に見られる。 巨石文化は紀元前3500年まで遡るように、この地域に人類が定住するのは紀元前3000年という早い時期だったと考えられる。ケルト人の到来は紀元前400年頃で、リムリック圏は小さな王国あるいは EN2 派に分割された。4世紀から11世紀にかけて古代のオイフィジェンティケの領土は現在のリムリック圏とほぼ同じ広さを占め、 最東部の一部は、マンスター王国の先祖の領地だった。900年代半ばには、リムリックは、都市として成立しでエンジンの本拠地となり、アイルランド系の人々との隕石関係が築かれて、カハールの息子ドノバンに起源するというオドノバン家とも、縁づく。すると、近隣の部族との圧力が高まり、分けてもたびたびリムリックに攻め込んでくるオブライエン家とは、厳しく対立した。 オブライエン家は1100年代後半まで強い勢力を誇る。リムリックにジョン王の城が築かれる1200年頃、旧来のオイフィジェンティ王朝の領土はフィツジェラルド家に分け与えられる。やがてその領土をめぐる他のアングロサクソンとの権力争いの果てに、旧王朝の有力家族だったオトの番家とコリンズ家が冷落し、土地所有権の移転をもたらした。 マイケル・コリンズ及び有名なデリーネ・エンノー・コンネル家の両家の子祖もやはりオイフィジェンティの一門である。4世紀以降、リムリックの有力部族はウィフィジェン体であり、彼らは県内の中央から西部にかけて住み着いた。中心地は現在の EN、リバー・マイグエ・カハン、ブリューリーにあたり、現在でも壮麗な土イが移行として残っている。ブリューリーの言語綴りは、ブラ・ライつまり。 王の砦りを意味する。アイルランド共和国第三代大統領エモンでバレラは聖母キャサリンの出身地ブリューリーで親戚に預けられて育った。聖パトリックは5世紀にリムリック地域にキリスト教をもたらした。様々な年代域には聖パトリックがオイフィジェンティの主張と抗論したと記されている。キリスト教の採用によりリムリックには アードパトリックとマングレット、キリーディの重要な修道院が設立される。こうして、アイルランドに学びと芸術の黄金時代が訪れ、この国最高の高校遺物が残される。紀元後377年の頃のオイフィジェンティの確立後、9世紀にバイキングが登場するまで、政治的統制に大きな変化はほとんどなく、最終的には922年に島に都市が、 設立された。マンスター校が1194年にこの世を去ると、ノルマン人の信仰を受けたリムリックは、占拠されてしまう。1210年には、正式にオイフィジェンティの給料土が、後のフィスジェラルド王朝に委ねられる。年月とともに、ノルマン人は、古来のアイルランド人よりもアイルランド人らしくなっていく。イングランドのチューダーーサからは、 ゲール文化の強いノルマンの支配者の影響力を排して中央集権化しようとアイルランドの植民地化に乗り出す。イングランドは有力貴族のフィッツジェラルド家を信頼せず、そして1569年にはフィッツジェラルド・オブ・キルデアの一族が数名処刑されたことによってイギリス支配に対する反乱が引き起こされた。テスモンド家の反乱は10年にわたり参戦した。 フィッツジェラルド家などアイルランドの旧家の広大な土地が没収されて終わった。ジャコバイトの有力将軍、流漢港パトリックを表したリムリック首相。県は次の100年にわたり戦争によってさらに破壊されることになる。アイルランドの1641年の反乱の後、リムリック氏は1642年にカトリック教徒のギャレットバリーによって包囲される。 県は1641年から1653年のアイルランドの新京都革命と内戦のほとんどの期間は戦場とはならずカトリック京都のアイルランドカトリック同盟軍最前線に守られるようにして安全に過ごしていたものの1649年から1653年にかけてオリバー・クロムウェルとヘンリー・アイアトンらが率いるニューモデル軍のアイルランド侵略により 戦場と化した。1650年代、リムリック氏は、ニューモデル軍による12ヶ月選挙を受け、とうとう1651年10月に降伏する。クロムウェル軍の将軍の一人、ハードレスウォーラーは、リムリック県内でキルコナン近くのキャッスルタウンに土地を与えられた。アイルランドのウィリアムアイト戦争により、主はさらに1690年に1回。 その翌年にもう一回包囲されてしまう。1690年の包囲の間、流漢港パトリック将軍がパラスグリーン近くのボーリーニーティでウィリアマイトの鉄砲隊を打ち破る。アイルランドの人口の大多数を占めるカトリック系の人々はジャコバイトの寄って立つところを熱心に支持していたが、二回目のリムリック包囲によりウィリアマイトに敗北を喫する。流漢港が ウィリア・マイトとの署名にこぎつけたリムリック条約の条件はアイルランド人にとって満足のいくものであった。しかしながら、その後、条約はイギリス人に保護にされ、それによりリムリック氏は条約が棄却された都市として知られるようになる。18世紀から19世紀にかけて長期間貧困の中で暮らしていた多数派のカトリック教徒に対する迫害が続く。 しかし抑圧にもかかわらず、くるむ他の町で古代のゲール語の鹿を存続しようと努める詩人たちが現れる。1840年代には大飢饉により人々が次々に移民として流出し、県ではアイルランド語話者が大幅に減少した。20世紀初頭のイギリス政府の法律の改定により、以前は農地を所有せず、小作人として不在地主に高い賃料を支払った人々に、 土地の購入が認められると所有権を得られるようになった。リムリックの特に検討部は1919年から1921年の間の独立戦争中に多くの戦いを見た。その後のアイルランド内戦では新しく設立されたアイルランド自由国兵士と IRA の非正規軍が市内で激しい戦闘を交わしている。2014年リムリックは アイルランド発の国定文化都市となり、市内各地で様々な芸術文化イベントが開催された。リー広場に面するリムリック市立美術館は市内の現代美術展の会場であり、演劇はライムツリー劇場とメアリー一世劇場、音楽にはコンサートホールとミレニアムシアターリットとすべて市内に点在している。他にキルマロックのフライヤー、 エスゲートやラフグアのハニー・フィッツがある。音楽シーンも活発で、クランベリーズなどのバンドをプロデュースしている。リムリック美術館と美術カレッジは、あらゆる様式の絵画、彫刻、パフォーマンスアートを提供する。リムリック出身のコメディ役者にザ・ラバー・バン・ディッツ、ディーン・ベリバブルズそしてカール・スペインがいる。最も有名な俳優は、リチャード・ハリス、街は、小説、 アンジェラの灰と同名映画アンジェラの灰の舞台に設定されている。リムリックはアバの厳格な形式を持つ五行詞で滑稽五行を歌五行儀師とも呼ばれる。都市と市のつながりははっきりしないが一般的にリムリック氏またはリムリック圏を参照しているとみなされてきた。特にクルームとその周辺を舞台とした名具の詩人たち、あるいは 昔からある酒場の市の遊びに含まれる繰り返しく、ウィル、オアウオンとユーカムツーリメリックに関連があると推察されている。毎年恒例の夏祭りをリバーフェストと呼び、2004年以来リムリックで開催される。他のフェスティバルには、ナイツ・オブ・ウェストフェスト、ナイツ・オブ・ウェストフェスト、フレード・バイ、フェーエル・フラヤード・バイ・ザ・フィール並びに、バリー・ホーラー国際ウォーキングフェスティバルが含まれる。 県西部のコークとケリー、リムリックの3県の県境近くは、アイルランドの伝統音楽や歌、踊りが有名で、アイルランド伝統音楽では、シュリーブ・リューイクラ地域の一部にあたる。リムリックの主要鉄道駅、コルバート駅の名前は、1916年のインスター、放記時に処刑された、ウェストリムリック出身のコーネリアス、コンバーナード・コルバートにちなんで命名された。 三本の営業鉄道が通る。さらに四本目の線として、ホイン線があったが、営業運行は2000年で終了した。主要幹線 M7 がリムリックダブリン間を結ぶ。コークへ通じる高速道 M20 号、国道 N20 号、トラリーへ通じる国道 N21 号線は、県内のアデアやラスケール、ニューカッスルウェストやアビフェールを通過する。 高速道 M18 及び国道 N18 号は、エニスとゴールウェイへ至り、国道 N24 号が、リムリックから南東方向に、ウォーターフォードへ向かう途中で通過する村落は、パラスグリーンとオーラである。国道 N69 号は、シャノン出現沿いに伸びる二級国道ではあるものの、物流拠点のファイン港とリムリック市を結ぶ、幹線道路であるため、 高速道路に格上げする計画が提案されている。市内からクラリーナ、キルディモ、アスキートン、フォイン並びにグリーンを経て、ケリー県リストオエルへと通じる。コルバート駅の近くにバスターミナルがあり、市内と県内のほとんどの地域を結んでいる。リムリック県には、商用空港はなく、2 5トル先のクレア県のシャノン空港からヨーロッパ駅内及び北米へ。 多数のフライトがある。南部には、ケリー空港と航空空港があり、いずれも車で1時間圏内である。軽量のレジャー用飛行機が利用するのは、クレア県境近くの町外れに位置するクーナ飛行場である。航空界の発達にユニークな役割を果たしたのは、ホイン村で第二次世界大戦中にヨーロッパ最大の民間空港の一つに数えられている。 1930年代後半から1940年代初頭、陸上飛行機の航続距離では、大西洋横断には足りなかったこと、水上飛行機にとっては、ポインが東部の最後の気候地であったことから、1933年に飛行艇の運航航路の測量飛行が、チャールズ・リンドバーグによって行われると、1935年にターミナル空港が開業。 初の大西洋横断成功は1937年7月5日にパンアメリカン航空がシコルスキー S-42 機を用いたニューファンドランド州ボットウッドとエクスプロイトワンのラブラドールを結ぶ試験飛行12時間と BOAC がショートエンパイア機による15時間15分の飛行であるニューヨーク、サウサンプトン、モントリオール、プール、リスボンへの運航が続き 1942年6月22日に初のフォイン初ニューヨーク域直行便が25時間40分で開かれた。シャノン空港が川口北岸の平地に建設され開港する1942年、状況はすべて変化し、フォインの飛行艇空港は1946年に閉鎖される。もともとリムリック港はキングストのアビー川とシャノン川の合流点の近くにあった。 今日、港は、シャノン川のさらに下流のドックロード沿いに位置しており、汎用港としての運営は、シャノン河口の海運業務を一手に引き受けるシャノン保ン・港湾会社が行う。現在の港を閉鎖し保ンのさらに下流へ移設する、計画には、海運関連すべての業務を喫水が深い施設に移し、ドックランド地域の大規模再生計画が含まれていた、ものの、放棄された。 現在もメインは、喫水が深い商業港として持続しており、s f p c はターミナル6カ所を稼働、年間1000万トン以上の貨物を処理するアイルランドで2番目に大きい港湾施設である。以下の人々はリムリック県出身である。日本語ではリムリック州と訳す例もある。金属加工の名品である聖杯は1868年。 リムリック西部の砦で発掘された。伝承によるとこの聖杯は旧世紀代にデンマーク人の襲来によって奪われ、アイルランドの同盟オイフィジェンティノードの蛮族の領土に残されたものという。フランク・マッコートの原作は英語で日本語訳もある。ありがとうございます。